5月6日の野宿通信をお送りしています。今日から、テーマが変わりまして、アフリカが世界で最も不平等な大陸の一つである理由、所得格差は国によって大きく異なる、南アフリカ共和国のタウンシップと裕福な郊外を俯瞰する、この下の写真がそうですね。左側が裕福な家で、右側が貧しい家で、どうですかね、これ1戸あたり、裕福な家1戸あたり、貧しい家が2、30戸あるっていう感じですね。ジンバブエのアーティスト、ウィンキー D のニューアルバムで、Night and Day, My Heart is Bleeding。夜と昼、私の心はブリーディング、血が出ていると歌われている。貧しい人、困っている人を見ると、すべてが貪欲な人の手に渡ってしまう。しかし当局は彼の心配を共有していないようだ。先月警察が演奏中にステージを襲撃し、彼のライブを中止させた。このストーリーを聞く iOS または Android で、より多くのオーディオとポッドキャストを楽しむことができる。アフリカの不平等を語るのに、経済学者よりも歌手の方が優れていることがある。データが乏しいため、所得分配の測定は長い間当てずっぽうのものに過ぎなかった。しかし研究者たちは統計的な霧の中を覗き込み、過去と現在の不平等に関する新しい証拠を発見し始めている。その結果、アフリカ大陸はある部分では驚くほど不平等であり、ある部分ではそれほどでもないということが明らかになった。ほとんどのデータは家計調査から得たもので、不平等の程度を過小評価する傾向がある。その理由の一つは、アンケートが収入ではなく消費額を尋ねることが多く、富裕層が収入を全て使うことはほとんどないからだ。もう一つは、高額所得者はサンプリングされにくいということだ。例えばコートジボワールの調査では、フランス人やレバノン人を完全に除外しているものもある。今日1回目ですけど、ここで最初に言ってるのは、アーティストの方が統計よりもですね、実態をよく歌詞の中に織り込んでいると言ってるんですね。で、今まではですね、所得分配はデータが乏しいので、まあいい加減にやってきたということですけれども、まあデータそのものがですね、だんだんそのまあ入手できるようになってきたということで、まあアフリカ全体で見たときにひどく不平等なところもあるけれども、そうでもないところがあるということが分かってきたということですね。それから不平等の程度は過小評価されやすいと。というのは、アンケートがどれだけ使ったかということを聞くけれども、どれほど収入があったかということは聞いていない。それからもう一つ、コートジボワールの調査なんか見てみると、フランス人とかレバノン人の所得の高い人を除外しているという傾向がある、そういうことですね。今日1日目